こんにちは、PZP です。今日は真岡市にあるカフェいちご屋さんに来ています。ここに24時間営業、まあ当たり前ですね、自販機ですからね。24時間営業の自動販売機があって、クレープ、チョコバナナクレープ、チョコムース入っています。いちごのクレープ、スカイベリー、スカイティラミスクレープなどのクレープが買える自動販売機があります。これでちょっとクレープを買って朝なんで食べてみたいと思います。11月15日にオープンした店らしいですね。あ、お弁当もやってるのかな。これなんだろう、飾り、出ました、スカイベリークレープ。チョコバナナクレープ。バナナクレープ。クレープ食べるかい？ワンちゃんがご利用できるテラス席です。あ、チョコバナナ、
ません。今日って11時過ぎに来ればお弁当って食べられるんですか？大丈夫ですよ。はい、じゃあ一旦出直してきます。申し訳ない。外で食べてきたいんですけど。はい、寒いですけど大丈夫ですか？はい、はい、ちょっと人気がありまして完売になっちゃったんですけれども、はい、そうなんです。カレーはありますか？はい、あります。はい、カレーと、はい、唐揚げ。はい、唐揚げ3個入りと5個入りございますが、5個で。はい、かしこまりました。はい、今お茶漬けですね。カレーは慣れなくて申し訳ないです。お待たせしちゃって。こちらから広めたいっていうのがあって、あとはあのキッチンカーでオーナーさんがあの水戸と栃木の、あ、茨城と栃木の方を広めてる。自販機から始めたんですか？そういうわけじゃなくて、もともとはキッチンカーだと思うんですけど。そうなんですか。私もあのここできてから雇われたんで詳しくはちょっとあれなんですけど。自分も面白い自販機があるから行ってみてくれっていう言われた。そうだったんですね。あの全然店舗があるとは思いもよらなくて。あ、そうですよね。結構ド派手なこういちごの自販機があって、はい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 、ありがとうございます。はい、はい、
どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。寒かったですよね。またぜひいらしてください、ワンちゃん連れて、はい、ありがとうございます。もご利用いただけます。テラス席ってここかな。